はい、それでは前回の、ハウトゥーの続きになるんですけど、前回ヒッピージャンプ、オーリーの空中の練習みたいな感じのをやったんですけど、まあ、次に大切になるのがテールを叩く、まあ、みんな叩いてると思うんだけど、テールを叩くコツやタイミングのお話を今回していこうかなと思います。まあ、オーリー、テールを叩いて飛ぶ、まあ、このフラットになるときは前足を使うんだけど、最初あんまり俺は前足を気にしてオーリーの練習しなくていいかなと思って、どちらかというとこっちのテールを叩く方の練習で、これがしっかり叩けるかどうかでこう浮いてくる。まあ、ありがたいことになんか DM もらったりコメントもらったりしたんですけども、まあオーリーの弾くタイミングが分かりませんとか、うまく飛べませんとかが結構多くて、変なところに跡がついちゃいますとかあったんで、ちょっとその辺を解説していこうかなと思います。イメージしてほしいのは太鼓を叩いた時の音、高い音、軽い音っていうの、パンって音ってすごいこう速い、ただ鈍い音、重い音の時はこう音が違う、速い音、スナップ効かせるか、これが結構オーリーも一緒で、テールを叩いた時の音で結構変わってくる。で、これをできるだけこう軽い音で飛ぶ意識、軽い音で飛ぶ意識というか軽い音で叩ける意識を練習するといいかなと思います。テールを叩くタイミングと、コツの解説をしようと思ってて、叩くタイミングっていうか結構みんなスタンスができてなかったりするので、その辺も解説します。コツというかスタンス、後ろ足がすごいやっぱ叩く足なんで重要なんだけど、この足を置いた時にペタってくっついてる人、このかかとが浮いてない、これだと結構地面をこういう風に潰しやすくなっちゃうイメージがあって、人間はジャンプするときに絶対つま先で最後飛ぶと思うんだよね。こうじゃなくてつま先を使って飛ぶと思う。それをスケートボードの上でも一緒で、つま先を使ってジャンプしたいので、もう滑ってるときあるとこうペタってしててもいいんだけど、しゃがむときぐらいにもうこうかかとが浮いてる状態を作ってあげるのが俺はすごくいいかなと思ってて、準備しました。しゃがみますのときにこうかかとが浮くよ、しゃがみます、こんな感じで、足の置き場は、このボルトの真ん中ぐらい、ただ靴によって感じが違うと思うんだけど、自分の足ができるだけこのボルト付近に、足の指がジャンプするときってこうつま先でさっき飛ぶって言ったから、このつま先がこの真ん中にこのライン上だねにあるようにすると、板が結構まっすぐ上がってくるように、これがちょっとこうずれてたりすると、もう極端に言うとこっちを踏んだりすると曲がっちゃう、なのでまっすぐ上げるためにこのデッキの真ん中で、それこそさっきのベタ足だとこうやった時にこっち側に踏んじゃったりもするから、ジャンプするときはこの中の一点を意識して飛ぶようにするといいかなと思います。で、最初から物を飛ぶ必要もないけど、走りながらと止まりながらって実際ちょっと感覚違うから、滑りながら一緒に練習するといいかなと。
タイミングの話になっていくんだけど、オーリーの叩くタイミング、重いバージョン、なんかうまく飛べない。今度は軽いバージョン、音伝わるかな。まあこんな風に音の違いがあるので、自分のテール叩いてる音を聞きながら練習するといいかなと。最初は前足使わなくてもいいんで、テールの叩く練習をひたすら。慣れてくるとこう勝手になんか板フラットにできるようにはなってくるから、それよりもこのテールがしっかり浮くように、これができてないと前足練習してもちょっとひどくやるとテールが浮いてこない。このテールの叩きタイミングで、この時に、そういえば弾き叩きいいですかとかもあるけど、イメージは俺はちゃんと下に叩いてる。叩きだと悪くないと思うけど、なんかこういうあんまり高さが出ないイメージなので、後々苦戦するように。その分やっぱ前足はつきやすいけど、引き叩きはけど、イメージとしては普通に上に飛んだ方がいいかなと思います。なんか物飛んだりし、しっかりテールを叩く。これのタイミングが悪いバージョンだと、テールが飛ぶときに音がちょっとジュリって音がしたんだけど、それはやっぱちゃんと弾けてない証拠だし、デッキが変に削れちゃうって多分こういうことだから、テールを叩くタイミング、太鼓の高い音をイメージして飛んであげるのがいいかなと。今こう上飛んでるけど、前回あのハウトゥーしたヒッピージャンプも一緒で、この上の滞空時間が大切になってくるから、まあ、並行して練習することは結構大事かなと。まあ、物を飛んだり、まあ、物を越えるときに重要なこと。これはヒッピージャンプでも言えるんだけど、下半身だけ上げても飛べない。こう、しゃがんで、こっから下半身に飛ばない。これはオーリーも一緒で、しゃがんで、下半身だけで、ジャンプしてもこう浮遊感がないから、しっかり自分の上半身を上に上げてあげないと飛ばないんだよ。下半身だけで飛んでもこんな感じで低いから、まあ、ジャンプと一緒でジャンプするときって上半身を上に上げるからふわっと、これが下だけ、下半身だけジャンプしてこういう風になっちゃうだけだから、しっかりと上半身も一緒に上にジャンプするかな。なので、まあ、このテールの叩き、
こうじゃなくて、こう。テールを叩く。この、後ろ足のタイミング。これが、とっても重要になります。全然、タイミング合わないと、すごい重いけど、タイミング合えば、飛ぶことができるんで、まあまずはこのテールをうまく弾けるように、もう何百回何千回と練習して、でも何も考えずに練習しちゃうと、なんでできないのか分かんないってなっちゃうから、この叩くタイミング、この足、前足を意識しないでも後ろ足だけでもある程度の高さ飛べるから、こんな感じで、なので、まあまずは前足を意識とかじゃなく、弾くタイミングちゃんと弾けないと前足も使うことできないから、前足意識して後ろおろそかになるとこんな感じになっちゃうと思うので、そこをちょっと意識して練習してみてください。